蓮舫さんが選挙違反をしている、事前運動をしているということでネット上で話題になっていますが、これ僕も政府だと思っていたんですが、実はですね2週間ほど前に同じような発言をしてですね、書類送検をされている所沢の市長がいることが分かりまして、これちょっと蓮舫さんが有罪になるかどうかは別にしても書類送検ぐらいはされるだろうなと思っています。この夏七夕に予定されている東京都知事選挙に蓮舫は挑戦します。私はこれは政府だと思っているんですが、政府というかアウトか政府かというと微妙だなと。で、時速50キロ制限のところを55キロぐらいで走っている、5キロ超過ぐらいで、これまで警察は取り締まりをしてなかったというぐらいの認識で、僕はこのことは当然絶対しないんですけども、こういったことをされたと。で、これに対してですね、ちょっとびっくりするのがですね、このようなニュースですね。所沢市長を書類送検、去年の市長選で事前運動の疑いということで2週間前、これ NHK だけじゃなくて他にもヤフーニュースなどで出てます。これまで当選した議員っていうのは警察はですね、特にその処分をしないみたいな、ある意味都市伝説みたいなのがあったんですが、昨年の小選で事前運動の疑いということで先月5月17日にニュースになっていて、すでに警察は、ね、書類送検、つまり検察庁に送検をしているということで、じゃあどんなことを実際に言っていたのか。選挙運動ってやっぱりこの7日間しかできないので、残り15日間でこんなに熱のこもった演説をさしていいのかというところで、今熱のこもったとやって言い方をしましたけども、これ見た人がどう判断するかなんですか。ちょっともう一回蓮舫さんのこういうのがまかり通ってきたんですよね。これ立候補しますと言ってないですか、挑戦しますね、皆さんのご支援どうかよろしくお願いしますと。これは投票の呼びかけでは僕はないとは思うんですが、少なくともこの所沢市の方がですね、このように書類送検になって、この後僕は所沢市不起訴になるとは思うんですが、やはりややこしいことをしている人に対しては、警察は少なくとも告発状を受理してですね、捜査をするという方向に変わってきたと思います。ちなみにこの後蓮舫さんを応援しましょうじゃなくて勝たせましょうっていう、この枝野さんの発言はかなり、これは選挙投票してくれというように事前運動と読まれても、疑いがあるということで捜査の対象になるというのは致し方ないのかなと。ちょっとね、立憲民主党の人たち、共産党はもっとひどいんですけども、平気で危ない橋を渡るということをしているっていうのはよくわかります。で、とにかく警察のハードルがどんどん下がってきてるんですね。これまでは選挙でお金を配ったら即逮捕っていうような、そういうこう順番でこう来てたんですけど、そう文書を配ったり発言に関しては事前に大体こう警告が入ってからになるんですが、日本維新の会の前川茂なんとかさんが、これ本当かわいそうなぐらい事前の選挙運動ですね、同窓会名簿にポスターの選挙はがきを入れて送ったことが事前運動として有罪になってですね、議員辞職してるんですよね。だから、それと比べるとこっちの方が確かに悪質っちゃ悪質なんですよ。だから相当今の警察の動きをですね、甘く見た今回の蓮舫陣営のですね発言ということで、これはもう証拠としてですね、これもうすでに多くの人が、告発をしようとしていると思いますので、これを聞いて蓮舫さんに投票を促していると思う人がどれぐらいいるかっていうのはポイントになってくると思います。これちなみに ANN ニュースですね、テレビ朝日ですけども、これを放送している側も共犯ということになりかねませんよ。明らかに選挙の事前運動をしているわけで、生中継中だったらまだ分かりますが、これはテレビ朝日の方にも捜査の方が行くのかもしれません。いずれにしてもこういうややこしいことするのやめましょうね。ちゃんと6月20日が選挙運動していいって日で決まってるわけですから、それまではですね、このように勝たせましょうとかいうような発言はやはり私もこれまで
検挙されていなかっただけでですね、明らかな公職選挙違反だと思いますので、この後蓮舫さんはそれなりの報いを受けると思っております。以上です。 NHK をぶっ壊す。志町選においては書類送検になっているわけですから、今回の事例をですね、見逃すといった例外はあってはいけないとは思います。今回の件に関して東京都のですね、選挙管理委員会に、数多くの問い合わせがあると思いますので、政府におかれましても現場の調査をされるなどですね、そういった点を強く要望させていただきます。適切な対応をよろしくお願いします。